ちょっと強力な社長だと今日ちょっとやられるかもしれんね。さすがの俺もやられるかもしれんこれ。かっこよすぎるんでどうしようもないですよ。あの看板はやばいぞ。あれちょっとやばないですか。やばいね。いや、だから自分自身がということであげました。どうぞ。でもここで自分のやりたいことに向き合えへんだったら、うん、会社もやめてもらった方がいいなと思って、うん、そこまで追い込んで、うん、TikTok 通じて日本で一番有名な突然の社長になると思ってる、うん。なんかじゃあ、 あのコラボイベントやらないですか。行ってみたいっていうのは僕のオフラインでもおるんですけど、実際に行くっていうところまでが来ない。行動がね、うん、行動が出れないんですよ。軽いイベントみたいなのないかなみたいな思うんですけど。いやでもこれめっちゃ面白いな。なんかこの動画で本当にこれリアルで、なっちゃうおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日お世話になります。おい、社員さん、あ、おったね、前ね。あ、綺麗な子じゃん。奥さんじゃないよね。奥さんもいてるのかもね。ちゃんとカメラ回してるもんね。俺も、いや、マジっすか、やばいね。ちょっと何これ。有名な看板社長。かっこよすぎるんでどうしようもないですよ。かっこよすぎて困ってる。かっこよすぎて困ってる。今日一人なんですよ。いや、みんな忙しくてなんか誘いづらかった。視聴者の皆さん、ちょっと僕一人なんでちょっと視聴者の人に迷惑かけるかもしれないですけど、あの京都の亀岡、はい、京都の亀岡です。亀岡、京都が駅から30分、駅から、京都駅から、京都駅からまあ30分ぐらいですね、はい、で亀岡駅に、はい、スタッフさん、YouTube 出れるんですか。あ、いいっすよ。大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、はい、自分大好き人間。大阪 SNS 勉強会ですね、来ていただいて、来ていただいて、もう意気投合して、はい、酒の飲み方もかっこいいし、いやいやいや嬉しそう。ぜひ遊びに行かせてください。ぜひ、はい、タイトル、させていただきました。なんか、はい、看板社長っていう名前なんですよね。看板があるんで、ぜひよかったら見に行きましょう。うん、見たい見たい。見たい。見たい。それが、あ、これか、あれじゃないんだ、なんか、なさっき、これは、ちょっと強力な社長だと、今日ちょっとやられるかもしれんね、俺も、さすがに。さすがの俺もやられるかもしれん、これ。いや、でも社長見てね、はい、その、この業界でもこういうことしていいんやと。こんなふざけてもいいんやと。許可はもらってないですよ、僕の誰からも。看板が何個あるって言ってました。看板が京都に、今年の3、え、京都全体、京都全体。あ、この辺だけじゃなくて、はい、どんだけ手広げたもの。やばいね。あ、これライブでね、自分のこと大好きだから。俺よりも俺自分のこと好きなやつ初めて会ったかもしれない。大事じゃない。大事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 だけど、自分のこと好きじゃないけど人のこと好きになる。俺も自分のことまんま好きだけど、もっと好きな人に出会っちゃったなと思って。この次の今ランキング1位、俺の中で自分のこと好きランキング。ほんまに完全にこれが次分かる時で、ほんまにこいつ好きなやつ。頑張って。頑張って分かると思う。うわ、俺この画面に一緒に入りたかったな。ペイントマンさんのところで。見といて、ちょっと。あるあるある。これ映していいの？いいですね。これまだあれ？あ、これまだわかんねえ。これちょっと行けたら。ちょっと。本当だ、めっちゃかっこいいし。お気づきなのか、視聴者の皆さん。今、看板王子が、この人がいたの。看板社長のこと。あ、止めるね、練習面大好きだから。いやいや、もう止めて見てもらう。おー。バンバペイント、バンバ。看板社長の塗装店で、うん、前は、ね、今は看板社長の塗装店でやってるんですけど、うん、一番最初、初めさんがバンバペイントっていう名前で始めたんですよ。うん。で、株式会社バンバに入るし、おー。で、看板社長になってるから、うん、それの塗装屋さんということで、看板社長。めちゃめちゃ芸能人使っとるみたいだもんね。これ、社長とか書いた方がいいんじゃない？社長ってわからんわ。いや、わからないんですよ。いや、おしゃれすぎて。かっこよすぎるでしょ。この間、ライブして言われたんが、AI の人やと思ってたから、ダメだよ。嫌がらんの。今日も素敵な一日。アホばっかりじゃないですか。これ使っていいのこれ。今日の人も見るよこれ。まあまあ基本的にね、パチンコ屋さんとかにすごいいい気分で行かはる方とか結構おられるんで、はい、ぜひね、あのひらがなで見ていて元気。ああ、そうかそうか、ありがとうございます。次の顔を見せてくださいよ。次の顔見せてください。もうここでもっともっと喋る。いやいやいや
もうここから会社近いんですか？あ、近いです。あの次あの1個見てから、うん、すぐ会社戻る。そこは何、ちょっと自信作なんだ。これ看板次のやつが一番最初に出したんですよ。あ、それもうかっこいいの、もっと一番かっこいい自信作は一番最初に出したやつなんだ。それ以降のやつはちょっと笑顔系にしてるんですよ。うん、かわいい系にして1個だけはちょっと切ってる。ね、それか結構生きてる。うわぁ、あの看板はやばいぞ。あれちょっとやばないですか？やばいね。これは結構そういう看板じゃないよね。衝撃的やったっすね。衝撃だ、自分で作りながら衝撃的やったっすね。これだって第1号なんでしょ？これ第1号、この看板が。はぁ、どういうきっかけでこの看板にしようかな。ちょっと見せる前に聞いとこうか。いや、あの生ききらへんかったら、なんか自分のことを騙しながら生きてるみたいな気がする。わかります。分かる。分かってくれると思う。なんか自分に嘘ついてるの嫌やなと思う。もう認められんでもいいやと。あ、そうそう。俺がこれどうしてもしたい。そう。俺を認めたい。自分が。わかります。めっちゃ名言や。俺を自分自身が認めることが、僕は一番人生にとって一番大事なことやと思う。その後勝手に評価ってされるもんなの。それはまあいいかなっていう。なるほど、行きましょうか。じゃあ自分自身ということで上げました。どうぞ。俺の街は俺が、これはすごいね。いや、これ塗装屋だね。塗装屋です。はい、塗装屋でございます。ちょっともうじゃあ会社行ってゆっくり聞かさせてもらいましょうか。経営の方もね。経営は下手くそです。いや、そんなことないでしょ、こんな看板。いや、あのね、これきっかけがあって、僕東京で結構研修受けるんですよ。ああ、いろいろ勉強はすごいするんだ。あ、そうなんですよ。で、そこの勉強会行った時に絹田鹿さんってあったんですよ。あの人がすごいどこ見ても絹田さんの看板上げてて、そんなむちゃくちゃ男前とかそんなんじゃなくて、もうインプラントって書いてあるだけなんですよ。あの看板見た時になんか燃えるような願望が出てきてしまった。俺も看板出してえなみたいな。俺もいけるんちゃうかなと思って、でもやっぱ不安やったんですよ、実際。あ、最初は不安でした。ああ、叩かれるんじゃねえかとか。特に地元なんで、やっぱ良いも悪いもやってきた場所なんで。でもここで、なんか自分のやりたいことに、なんか向き合えへんやったら、会社も辞めてもらった方がええなと思って、そこまで追い込んで、100人ぐらいに言ったんですよ、僕。看板出すねんって。ああ、そういうことね。決まってないの。ああ、そういうこと。あ、言ってる流れの中で、もう看板の一応7箇所先に押さえて持ってたんですよ。あ、1個まず出したんじゃなくて、もう押さえて。いきなり7個いったの。いきなり7個押さえて持って。ロッポみたいな。レッツゲーな。レッツゲーな。いやー、これはすごいわ。俺今日京都来てよかったな。ほんまっすか？ここにもあるんですよ。これ人んちの建物やつは。自分とこの会社？自分とこの会社ね。すごい。人のところ誰もにもね。よう入りましたね、この会社。でも彼女がきっかけで SNS 始めたんです。彼女が連絡してきてくれて、あ、たまたま。なんかその SNS を始めたはったのはなんか知ってて、あ、もうファンだったんだ。なんか見合ったはずで。本当に両サイド。すごい。もうあれさ。これうちの理念。顔がさ、自分のこと絶対好きなやつの顔だもんね、あれ。始まりは外気塗装。このアフターコロー、フォローを超えた一生涯のお付き合い。で、この一生涯のお付き合いっていうのがうちの理念なんですよ。で、一生涯お客さんにちゃんとした商品提供するってなるんだから、お客さんに一生涯向き合う自分でやらなきゃいけないじゃん。で、自分の来年と一生涯一生付き合っていかなきゃいけないわけじゃん。それを、形にしたのがあの看板になった。なるほど。なんか、よくわからなかったけど。ちょっとよくわからなかった。あの、うち、あ、スタッフ。え、お、スタッフ、またここでもスタッフやっとる。こないだもなんかスタッフやっとったぞ。こんにちは。映って大丈夫ですか？こないだも、ベイノワさんのところで、スタッフやっとったよね。ちょっと移籍します。一人で、いや、まあまあ久々ですけど、いや、あのミオが、あ、うちのカメラマンが産休入っちゃったんですよ。あ、おめでとうございます。でも喋りじゃないと入れる意味ないじゃないですか。でもお仕事したらちょっと分かんないですもんね。うん、本当に分かんない、で SNS って伸びるのって、もうだって本当経営者が自分からやるかじゃないですか。そうっすね、僕ニートみたいなもんで、その辺は分かんない。いろいろやられてますよね。
で道具とかもちょっと見たことあるんですよ、 TikTok で。やっと覚えてくれました。いや、覚えました、覚えました。ちょ、ずっとあのローラー王子とかローラー社長とか看板王子とか俺最初分かんない、イケメンプリンスですかって、イケメンあのえ、京都のイケメンプリンスどこだ、あんちゃん最初分からなかったんですよ、マジで。いきなり電話かけて、車乗ってから知らん番号電話かけてきて、すいません、京都のイケメンプリンス社長ですかねみたいな。誰やねん。だけどイケメンですよね。お奥さんは、いやいやいや、僕だいぶ改造しますからね。だいぶ金かかってますからね、僕は。じゃあちょっと、まあちょっと真面目な話聞いていこうかな。もともと何から始まったんですか。僕とそうです、個人で、あの職人やってたんですよ。出会う前から。まあもう自分で会社で個人事業主職人やってて、僕お父さんも塗装屋なんですよ。はい。でお父さんと塗装屋なんですけど、僕二十歳の頃に会社潰しちゃって、はい、親父が、うん、で僕22歳の頃まで別の会社勤めてたんですよ。でそこから独立して、で27歳ぐらいの5年間ぐらい個人のあとバンバ、それがバンバペイント、バンバペイントのこの今の前身っていうか。でそこから27ぐらいの頃に株式会社バンバっていう名前にして、へえ、設立して今8期目。はあ、もう最初から民間なんですか。もうずっと民間、僕勤めてた時は民間やったんですよ。で民間ってどうですか。もう今めっちゃ大変じゃないですか。そう、どうですか、民間の何が大変なんですか。見やすないする、あの B2B、 はい、じゃあ、あの B2C 普通で、もう下げ合いしてるし、あでも比較サイトによるっすね、比較サイトとか、ああいうのあれは終わりっすね。で塗装ってそういう動画じゃないですか、はい、その何歩でも手抜けちゃうから、何歩でも抜ける、もう言っとくわみんな、ですよね、何歩でも手抜ける、で安いとこあかんだから俺のとこに全部来い。じゃあ、けどだから比較サイトってもう俺成立しないと思うんですよ。これ今それもやるんですか、比較サイトもやってる。比較サイトは、去年やめました。あ、もうやめちゃった。やめたっすね。ポータルサイトはちょくちょく使ってたんですけど、そこでまあ練習したって感じですよね。あ、見積もりとか、見積もりとか、お客さんと対人でね、しゃべるんで、いきなり僕が職人になってて、例えばじゃあ店舗集客に憧れてますとか、まあ、いろんな思う方って結構多いと思うんですけど、それをまずやったとて、お客さんが来た時お客さんの対応の仕方分かんない、まあそうですよね、契約書もないとか、保証書もないとか、だからどういう風な流れでお客さんが説明したらいいか分からへんかったから、一旦ポータルサイトを使ってお客さんと触れてみて、お客さんってどんなこと考えてるんやろうと、いうところから入って、あ、そう、実績作っていって。これあのうちのチャンネルってあの、はい、職人さん結構見てるから、ああぜひぜひ、あ、すごいね、ほとんど多分9割が職人だと思うんですよ。でも実際どうなんですか、そのまあこれちょっと半分宣伝なんですけど、はい、SNS 勉強会、まあね、大阪来てくれて、やっぱ SNS って僕はもうこれから必須だと思ってるんですけど、その SNS やって、まあ今ねちょっと来る時に看板のことは聞いたんですけど、うん、SNS やって どう変わってきたかとか、うん、看板やってどう、うん、いや俺は、うん、まあでも会社にとって買い、あの売り上げとかそういうのってどう変わってきたとか。いやでもまだ直接的になんかその、集客の方にどうこうっていうのは特にないです。うん、でも看板出してやっぱ認知はね、認知は、あ、SNS で、そうです、認知もな、SNS での認知もあるけど、まあどっちかというと看板の方がでかいんで、はあ、これでも視聴者の人でじゃあ俺も看板やろうっていうの真似しようにね、あ、絶対やってます。いやー、今までね、ぶっ飛んでるやつが多分なかなかね、ちゃんとね、あれをじゃあ真似して作ったからってそれでできないじゃん、キャラがこれだから、そうですね、マッチするけど、俺もあの黄色いエレメントとあの格好がこの人間に合ってるから、そう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 、全然こう会った時にあんまもしもしって喋ってるやつがあんなことやったらおかしいもんね。今後じゃあ経営方針ってどういう風にしていこうね。あのこの TikTok 通じて、はい、今仮に言うたら今日本で一番有名な塗装屋の社長になろうと思ってるんです。うん、負けませんよ僕も。いつだもんね、それ飲んでる時も。そうで、僕がめちゃくちゃ意識してるのは看板でまずオフラインの方でも、うん、あの有名になる。ああ、それすごい。それ何、看板もっと出してくる。看板もっと出します。いっぱい出します。4本ぐらい出します。で、あとはオンラインの方でも知ってもらえて嬉しいなっていうので一つ思ってるんがあって、はい、で今亀岡ってこのエリアでやってるんですけど、まあ、テスト的にやってる部分もあるんですよ、看板出してるっていうのは、うん、でここから集客の動線全部作って、うん、1個のパッケージをきっちり作り込んで、うん、これを FC で販売したいなと。看板社長の塗装店をフランチャイズにして僕と一緒に乗ってくれはる
あのいろんなエリアの社長。あ、なるほど。だけどそれって何、自分好きじゃないと入れない。そりゃそうだ。そりゃそうだ。でもパワーある、なんか僕なんか SNS やってそれすごい感じるんですよ。やっぱこうやってパワーある人に出会える機会がめっちゃ増えたから、こうやって勉強会やったり、で、ほんとおもろい人ばっかりじゃないですか。ちょっとなんか、ひどいしすぎて。この人、変わってる人が。変わってる、映ってる。変わりすぎっす。変わりすぎ、ちょっとよくわかんないもん、この人。で、ぶっちゃけどうなんですか？インスタとか TikTok の今後、SNS っていうのは、なんか俺も自分の一人だからわかんなくて、うん、これ勉強会とかでなんとなく肌があって、なんか隠し撮りみたいな、ちょっと、カソカソってなんか。後で脳筋症。表情とかに撮るやつ。あ、マジですか？あ、すいません。なんか、わ、いや、すいません。なんか、面白い、さすが。なんでみんなおるんすか、こう。すっごい長いね。来ちゃうんすよ。ちょっと出て。なんでおるんすか、絶対。いや、もういつでも行ってる。みんなのところにいてる。あ、12週あれ出てました？出てないかな。ちょっとだけ出てました。あ、そうですよね。あんまカメラ回ってなかったですもんね。僕もペロペロだったんで。ちょっともうちょっと聞きたいことだらけなんですよ。ちょっと実際に、はい、なんかさっき言ってたじゃないですか、 SNS を逆に提案してったんですか、はい、それちょっと特殊っすよね。あ、そうですね。求人見たとかじゃなくって、もともと知り合いで動画をやったはるのを、はい、TikTok をやったはるのは知ってて、はい、編集したいなと思ったんで、あ、この社長がイケメンやなって奥さんから撮って、ちょっと奥さんのあのうわちょっとやきもちやきもちやきもち、だから奥さんもこの人もいるんだけど、お兄ちゃんが同い年で、はい、でそんな流れの中でたまたま TikTok で動画何本か上げたら、はい、私編集結構したいんですっていう感じで、はい、で連絡くれて、じゃあ一回編集もしよかったらあのやってみるみたいな形で、はい、やらせてほしいですってなったんで、そこからとりあえず一つずつ目標を作っていって一回頑張ってやってみようかっていうので、全然伸びひん動画を上げてくれます。あ、そこなんだ。私が伸ばすの系のキャラではないんだ。あと記事っすね。はい、記事っていうの、あのホームページのブログの記事であったりとかっていうのが、あ、まあホームページがいいっすね。あとインスタ、インスタも僕の個人のアカウントと会社のアカウントがあるんですよ。はい、で会社の方のやつ書いたりとか。じゃあ社長的にはじゃあ SNS をまあもし一人だけ雇えるとしたらどういうスタイルがいいですか。僕もカメラマンです。ああ、喋ってくれる人。喋ってくれる人。え、何？可愛いね。可愛いね。どうやったら伸びるんですか。やっぱライブ？いや、ライブでは伸びないんじゃないかな。どうなのね。でもやり続けるってことね。ユーザーちゃんも。やり続ける、そうですね。だからなんか。うん、1年や2年ですぐみんなやめちゃうけど、なんか投資みたいな感じじゃないですか。だんだん貯金がされていくから。 SNS ですよ。社長の電話が伸びないです。やっぱそう思いますよね。僕は絶対そうだと思う。これもむっちゃ大事で、社長がいて社長がやれようやったら伸びないです。ああ、社長がやってて伸びるのは伸びると思うと、別で個人的に SNS 好きやしやってるのは伸びると思う。ああ、なるほど。もう2曲っす。ああ、そうですね。社長からやれの斡旋でのスタッフは伸びないです。仕事になっちゃうと、はい、うん、まあでもそうですよね。はい、だから SNS って、うん、でもこれから俺本当にスタンダードになると思うんですけど、どうですか。僕が感じてるのは、はい、まあそれぞれ生きてきた価値観絶対みんな違うじゃないですか。はい、それがブランディングになっていく時代になると思うんですよ。チャンネルを自分たちで選べるんで。はいはい。でそこに集まった人たちが何かこう形成できた時にすごく強い形になるんじゃないかなって僕は思ってるんですね。本当にちっちゃなコミュニティがなんか集まって、まあ多分なんか塗装が依頼したいからここに出会うんじゃなくて、この人好きから、うん、あ、塗装するならこの人に頼みたいなのに、そういう時代に変わってくるんですかね。変わってきてほしいですよね。できればできればですけど、やっぱりその SNS やって3年後とかに、はい、あんまりどんだけ変わったんかっていうのはやっぱ見たいですよね。3年後ぐらいに。ああ、でもそうっすよね。それ仕事でもそうやし、そのご縁でもそうじゃないですか。はい、いろんな縁があってのつながりが3年後絶対やってるかやってないかと変わってくると思うんで。ああ、でも本当に昔の時代に逆に SNS を使って戻っていっとるっていうのがあるんですかね。うんうん、
知り合いの八百屋に行くとか、知り合いの何々屋に行くと、でまた店同士も仲いい店が全国でつながってまた大きい輪になっていくみたいな。なんか僕が思ってる理想郷は、まさに今言ってたことで、その SNS みんな見るじゃないですか、はい、で例えばじゃあ僕神奈川県だけど、はい、バンちゃんをしてバンちゃんでやりたいっつってもできないじゃないですか、物理的に。そうですね、うん、でじゃあその中である程度同じ意識を持ってる仲間が近くにいるから紹介するねとかってなると広告費かからないじゃないですか、うん、ああそういうことか。で仲間の紹介だからちゃんとした仕事しなきゃまずダメだよねっていうのは、もうそこはフラットになるじゃないですかっていう風になると、ここのネットワークで遊んでる塗装屋さんに頼めば絶対いい仕事になるよねって言ったら、広告代理店倒せますよね。そう、さっきのやつ見せてください。なんか言ってたやつ、ストーリー社長見せてあげてね。これね、はい、そういうね、今キャバクラが出ましたね、はい、キャバクラの見とるってことですね。広告です。見てる。広告ってことはそれね、上位に上がってくるとかね、やっぱキャバクラの検索したってことですよね。検索しないとやっぱ広告出ないですよね。僕にはアデランス出ますけど、アデランス出てこないですよね。出てこないですよね。やっぱ検索してるから僕アデランスとかカツラとかね。このストーリーっていうアカウントで、はい、TikTok のメイン的なアカウントでね、今、はい、社長がやってるやつがあって、はい、社長ストーリー、あー、いろんな人が出てくるんだ。そうのやつで僕が面白いんですよ。これ見たことあるな。そう、これで僕の2分間の、はい、まあ、キュッとまとめた動画。そうで、うん、もういいですか。最後で最後で今この文字起こし全部してるんが、はい、800文字で文字起こしてなあかんのですよ。これを全部起こしてたのが奥さん。向こうが逆に、メイン的には向こうが作るんですけど、もう納得できひんかったんで、内容が、で、さんが全部作って、こっち作り直しますと、これが一つ自分の、まあ、簡単なストーリーとしてあげて、でここは結構いいって言ってもらえるんで、ぜひね、これ見てから、僕のことを知ってもらう、TikTok、はい、TikTok だけですよね。次ね、また遊びに行きますよ。京都は近いから。名古屋行ってからやな。じゃあ、京都でなんかじゃあ、コラボイベントやらないですか。いや、いいです。笑っとるやんけ。その時は、それ使えるじゃん、急に使えるじゃん。ダメっすね、これ使え、編集さんやりましょうか。なんか何興味あるんですか、それ SNS 勉強会みたいなのがいいのか、 TikTok みたいなのとか、なんかやりたいこと、僕何でもいいっすわ。でその時講師やりましょう、じゃあイン京都で。あ、いいっすよ、いいじゃないですか。 TikTok っていうのはですね、ギフトをもらってもらさないなんで。ですよね。あ、でローラー王子とか手伝ってくださいよ。いやでもこれめっちゃ面白いな。なんかこの動画で本当にこれリアルで繋がっていくから、これ視聴者の人、まあでも、あ、これが SNS の力だっていう感じじゃないですか。まあノリじゃないですけど、だけどお互いちゃんとメリットが絡んでったら、そうだね、やっぱ人間同士がやっぱ行ってみたいっていうのは僕のオフラインにもおるんですけど、はいはいはい、やっぱ実際に行くっていうところまでが来ない、行動がね、うん、行動が出れないですよ。1個ストップしちゃうね。そう、1個ストップしちゃうんですよ。なんかそういう軽いイベントみたいなのないかなみたいな思うんですけどね。あ、でもなんか人が集まれるような会とかやったらいいかもしれないですね、うん、そこでまあいろいろその後のご飯会ですよね。なんかそうしたいだけじゃないですか。でもご飯会も地方行ってないだけやから。めっちゃ被せる。うん、なんだよ。一緒じゃない？やりたいっすね。うん、やりましょう。絶対多分めっちゃ集まると思う。ね。だからこの間の大阪の会、はい、も見たコーラーが行きたかったのにとか。はい、ああ、ね、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ視聴者の皆さん、ちょっと株式会社バンバ、はい、京都を亀、はい、亀岡にある。株式会社バンバ、はい、塗装屋さん、もう誰が見ても分かる塗装屋さんです。塗装店です。塗装店です。よろしくお願いします。じゃあうちのチャンネルはまた見てねなんで、最後皆さんでお願いします。せーの、また見てねじゃあねー